違う平八郎山本周五郎1永禄十三年正月元日尾張の国清洲城は祝賀の宴でにぎわっていた東海の雄今川義元を田楽狭間にほふったのが27歳それ以来 斉藤龍興を下し近江十八条を抜き成馬を買って摂津河内を蹂躙した織田信長は異勢へようやく天下を飲むの時期にあったことに前年の冬伊勢の北畠智則を攻め破った後のことで年賀の宴はそのまま勝ち戦の祝いをも兼ね城内は下部完成にどよみ上がっていた。 館の大広間でも主演まさに竹縄で珍しく奥方や次女たちをはべらせた信長は機嫌よく杯を上げながら列座の書斎士の語る伊勢合戦の光明弾を聞いていた主演は無礼講になりみんな十分に酔ってくると手柄話はいつか戦場の失敗談に移り一座は明朗な笑い声に崩れ始めた すると、には五郎左衛門が、そういう話なら、拙者にとっておきの沈物がある。和気味小座卿に家来を一名これへ召し寄せとうございますが、お目通りを許し願いましょうか。と、司祭ありげに言った。五郎左衛門が、檻に触れて、異表外な笑いの種をまくことはみんなよく知っている。よしよし、ブレーコじゃ、呼ぶがよい。 信長も京ありげにうなずいた五郎左衛門は立っていったが間もなく一人の若者を連れて戻った二十一か二であろう痩せ型ではあるが骨組みのたくましい体つきでひげのそり跡の青々とした目の大きな凛としたし魂を持っているがこうした晴れの席にはなれぬと見えてどうやらブルブルと胴震いをしている様子だった 申し上げます。五郎左衛門は妙な含み笑いをしながらこれは五郎座が伊勢攻めの前に召し抱えましたものでございます恐れながらお言葉を賜りまするよどうするのだまずお言葉を信長は杯を手にしたまま含み笑いをしている五郎座から若者の方へ目を移した余が信長じゃ許す 表を上げいはっ、名は何というか若者は平服しながらおそばまで申し上げます。本、本田平、直刀でよい、はっきりと申せ。はっ、若者はさっと顔を青くしながら、本田、本田平八郎と申します。 何本田平八郎とな信長は目を見張った本田平八郎といえば酒井榊原井伊と並んで徳川家の四天王と呼ばれ当時天下に隠れなき豪遊の侍である列座の人々も驚いて一斉に目を向けた若者はその様子にひどく慌てて せきこんでどもりながら。いえ、いえ、それがあれでございます。いや、あれではないのでございます。あれでないとはなんだその、あの、あの豪傑の本田平八郎ではないので、違う方の平八郎でございます。全く違う方の。わはははははは。 割れるような交渉がどっと広間に溢れた。はははははは。信長も思わず笑って。そうか、違う方の平八郎か。面白いな。豪傑でない方の平八郎とは奇妙だ。わはははは。あははははは。一度青くなった若者の顔が今度はぽっと赤くなり。 何やら口の中でぶつぶつつぶやきながら墨の方へ身を縮めていくすっかり上がったその格好がまた笑いを誘う種であったこれが別の場合であったらこんな結果にはならなかったかもしれない何しろ勝ち戦の祝いを兼ねたがえんのブレーコーではありさっきから戦場の失敗談で 一座の空気が明るく崩れているところへ若者の挨拶がひどく離れのしない取り乱したものだったので人々はただもう腹を抱えて笑ってしまったのである五郎座やがて信長は振り向いて「まだ新参とか申したな「はっ伊勢攻めの檻に召し抱えましたもので」徳川の天皇 鬼平八と同盟なれば戦いのほどもさぞ目覚ましかったであろうそれがまた実にしばらくどうぞそればかりは若者が驚いて五郎左衛門の言葉を遮ったしかしこちらは構わずに膝を進めた二。拙者の持ち場は灘の口でございましたが 合戦が終わって馬を戻して参りますと柏の木戸の空堀の中に頭から枯れ草をかぶって震えているものがございました敵か味方かわからず二度三度声をかけますとようやく出てきましたのがこれでどうしたのだと聞きますとびっくりしたように辺りを見回しながらもうみな行きましたかと申します もうみんな言ってしまいましたかとなんだそれはさっぱり分からんぞ拙者にも下せませんでしたつくづく訪ねてみますともう合戦の初めに肝を潰して空堀の中に隠れていたのだそうでございますまたしてもどっと笑い声が上がった無類の臆病だな信長は 酒造を置いていった。平八郎、顔を見せい。はっ、許す。世の目をつくづく見るのだ。平八郎は額にじっとり汗をにじませながら、おそるおそるその目を開けた。信長は目尻の切れ上がった鋭い目でしばらくの間、いぬくように若者の顔を見つめていたが、やがて。 ご座と振り返って言ったこの平八郎を世にくれぬかそれはまかりなりませぬ五郎左衛門は驚いてこれがあっぱれお役に立つべき勇士ならば喜んで御意に従いまするがかような臆病者をおそばへ差し上げ万一ご意向に関わるような失態をいたしましてはいや勇士豪傑なれば 世の旗本にいくらでもいる。世はこの男の臆病なところが気に入ったのだ。天下の鬼平八と同姓同名を持ちながら無類の臆病者だというところが面白い。ぜひ世に譲ってくれ。それほどのごこん棒なれば。よし、もらったぞ。信長は持ち前の気早さで。平八郎、その方はただいまから信長の直進だ。 地公前で、杯を取らすぞ。遠慮に及ばぬ、地獄。せきたてられて、平八郎は半ば、夢見心地に執行した。信長は杯を与え、平八郎が押しいただいて、口へ持って行こうとしたとき、平八、それは忠獣の片目であるとともに、ただいまから臆病を許す杯だぞ。 その方だだけは臆病ごめんだ強くなれとは言わぬぞよいかはっ許すその盃を干して戻せ実に型破りの情景であったさっきから一座の笑いどよめく中にただ一人だけ微笑もせずじっと平八郎を見守っているものがあった それは冗談に並んだ婦人たちの中の一人で、切れ長の目の艶やかな左の唇尻にほくろのある鮮やかに美しい乙女である。衣装や髪形の高貴さが示す通り、これは信長の夫人の妹であった。信長の夫人は美濃姫といって、美濃の斎藤銅山の娘である。彼女は美濃姫の妹で、ネネと呼び、 父・道山が死んだ時信長のもとへ引き取られたものであった姉の美の姫も美人で評判だったがネネは容姿が姉勝りであるばかりでなく気性も強く薙刀と馬術にかけては生中の若侍など遠く及ばぬ腕を持っていた平八郎が杯をもらうまで瞳を止めて見守っていたネネは やがて静かに立って奥へ去ったおねね様どう遊ばしました次女の村尾が追ってきたご気分でもお悪いのでございますかあのような席にはいられぬ構わないでおくれそれでもおねんがの席をお外し遊ばしてはあしゅうございますものもうしばらくで済みましょうからわがままを押せられず わがま,ま,ではありませんネネは足早に自分の居間へ入ってくるりと次女の方へ振り返った眉が上がっているし艶やかな層の瞳は涙を含んでいたさっきからの狼藉な愛様そなたは見ていて何と思ったいかに無礼講の御主演とはいえ人の弱みを慰み者にしてあざけり笑うという方がありますか まああれがお気に障りましてかどんなにくつろいでも武士には武士の作法があるはず身分の軽い新参者だからといって座をの種に笑い恥ずかしめるなどとは殿も列座の人々も情を知らぬ卑怯者ですあれそんな高いお声で卑怯者です情知らずの野人ですネネは 唇を震わして叫んだ花びらをこぼれるつゆのように長いまつげを伝ってハラハラと涙があふれ落ちた。3少しばかり派手な涙目であった。何しろ強いということが人間の値打ちを決める時代に臆病でおとり立てになるというのは桁外れである。 もしこれがそのまま無事に行くとしたら、かえって不思議と言わなければなるまい。平八はお庭周りとして信長のそば近く仕えることになった初めの日に、早くも自分が困難な立場に置かれたことを知らされたのである。彼の役目は、信長の館を警護するもので、毎日館の庭へ詰めるのであるが、お取り立てになって初めてお役に就いた日。 お馬口ののととこころで向こうから来たた。人連れの武士と出会った同役の人たちとは大抵もう引き合わされているがその2人は顔を知らないのでもくれしたまま行き過ぎようとすると「あいや失礼ながら御意を得たい」と1人が近寄ってきた「拙者はお旗元にて室橋達右衛門と申すものだが」 この度新規お取り立てになったのはご貴殿でござるか申し遅れました平八郎はいきなり声をかけられたのではっとしながら腰をかがめたいかにも拙者はお庭周りとしてお召し出しに預かった本田平八郎でござる何本田なんとおっしゃる平八郎本田平八郎でござるいや 相手は「や」っと言って口と目を大きく開けた「ききこうがきこうがあのいやいいや違います」平八郎は慌てて手を振りながら「あれではござらぬあの豪傑の本田平八郎ではないので違う方の本田平八郎でござる」「あはなるほど」相手はにやりとした。 豪傑でない方の平八殿か豪傑でない方とすると弱い方でござるなふむつまり弱い平八度というわけかなるほどそれでは伊勢の戦で空堀の中で草をかぶって震えていたというのは奇行だなそれには実はそのいささか思才があるので面白いその思才を聞きたいな しかし、だが、いや、申しますまい。どうして言われぬ。申し上げても分かっていただけまいから。心弱くも目を伏せる平八郎を相手はあざけるように見下して。さようさ、戦場は武士の屍を晒すべきところを幼少の頃より覚悟する我らには、臆病未練の死災を聞いても分かるはずはあるまい。お邪魔をつかまつったな。 違う方の平八郎殿声高く笑いながら二人は去っていった祝宴の席に次ぐこの出来事が城中における平八郎の位置を決定してしまったそれ以来というものは取り替え引き替え同じような問答に悩まされるのであるもし彼がもっとよなれているかありふれた有志豪傑の類いであったら こんな悲運を打開するのは造作もないことだったろうけれど彼の心はもっと純真であったつまらぬ俗物たちに長老されるほど好きだらけな真実を持っていたのだ大庭の梅林が満開を過ぎたある日お庭周りをしていた平八郎は泉邸の下のところで五六名のおそば御将たちに取り巻かれた 織田の荒御章と言われるくらいで、年はまだ十五六から七八までだが、腕っぷしの強い鼻息の荒い連中である。ああ、しばらく、しばらく待たれい。少年のくせに、頭から欧兵なのは、言うまでもなく、くんちょうを傘に着ているのだ。このたび、新しくお庭周りに召し立てられたのは貴殿ではないか。いかにも。 平八郎はまたた。かと思ったその顔を小意地の悪い目で見つめながら年笠の一人がのしかかるような調子で言った聞けば元丹羽長秀殿の家臣つまり陪審であったものを新たにご時期さんとしてお召し出しになったそうだが伊勢合戦にはよほどの手柄を立てなすったのだろうな「我ら過分にして」と次の一人が畳みかけて。 一向にその次第を存ぜぬ。高額のため手柄の様子を受けたまわりたい。一番槍か、一番首か、それとも一番乗りか詳しくお話し願おう。ごくりと唾を飲む平八郎の様子を見て、彼らの態度はますます傲慢になった。さあお始めなさい。ご謙遜には及ばぬ。我らも幸運にあやかりたい。お聞かせ願おう。 それとも故障などに手柄話はなさらぬというおつもりか。それなら我らにも覚悟がある。決して、平八郎はもう頬を赤くしていた。決してさようなわけではない。手柄と申したところで、実はいや、お話申すほどのこともなく。話すほどのこともない。故障たちは押し返して。 一番槍も一番首もないというと、では、カと首の二三球というところか。それともまた、図に乗って詰め寄ろうとしたとき。おやめと鋭く遮りながら、一人の美しい姫が、古生たちと平八郎の間へ入ってきた。おねね様である。眉が釣り、濡れた黒玉のようなうの瞳は、怒りに燃えていた。 そなたたちは何事ですまだ前髪の分際で世間の噂を聞きかじり相手のおとなしいのをいいことに長老するとは見下げ果てた仕方。さあおわびを申してここを下がりなさいはっいかに荒御章でもおねね様には手も足も出なかった年さのがぺこりと抵当するのにつれて みんな一つずつお辞儀をしながら逃げるように去っていった。おねねはそれを見送ってから、本田様とおっしゃいますのねと静かに振り返った。平八郎は相手が何者であるかを知らない。けれど言葉の調子から考えておよその身分の見当はついた。はっ、本田平八郎。あの豪傑ではなく、 違う方の本田、お待ち遊ばせ。おねねはきっと遮った。なぜそんな断りをおっしゃいますのは、それは、あれなのです。元旦の祝賀の折にも、私冗談にはべっていて伺いました。どうしてそのように、いちいちお断りなさいますの他に何千何百人の本田平八郎が言おうと、 あなたの女が本田平八郎ならそんな断りを言う必要は少しもないではございませんか仰せの通りです平八郎は耳まで赤くしながら言ったそれは仰せの通りなのですけれど徳川家の豪傑天下の鬼平八郎と間違えられはせぬかと思うとつい断らずには そんな弱い心で立派な武士が男勝りのネネはキリキリと唇を噛んだが相手の恥ずかしそうな顔色を見るとなじるような口調を急に変えてまあこちらへ来ておかけ遊ばせと自分から先に泉邸へ入っていったそして平八郎が来て腰掛けへかけるのを待っていったあなたは伊勢の戦に 空堀の中で草をかぶっていたと聞きましたが、私にはとても信じられませぬ。本当なのですか不甲斐ないことですが、本当です。そんなにあなたは命が惜しいのですかそうではないのです。いや、そうでないと言っては嘘かもしれません。お話申し上げたいが、聞いてくださいましょうか。そう言って振り向けた彼の目は、 母にすがる幼児のような切ない色をたたいていた。ねねはその目を抱きしめるように受けてうなずいた。拙者は飛騨国大野郡で生まれました。と平八郎は静かに話し出した。家は数代伝わる郷子で父は本多一の神と申します。祖父は平八郎と言って 北条氏康の騎下に豪遊の名を挙げたとか、それにあやかるようにと父は祖父の名を拙者につけてくれました。拙者も各戦国の世に生まれたからは、あっぱれ戦場に巧妙手柄を立て、一国一条の主になりたいという野心に変わりはなく、幼少の頃より武道千一に励んで参りました。そして自分の口から申しては恥ずかしゅうござるが、 武士一通りの腕は鍛え上げたと思いますけれど初めて故郷を射で伊勢の戦に臨みました時に思いもかけぬことが起こってしまいました思いがけぬこととは古種庭殿の陣場は灘の口でございましたが合戦の始まるとともに拙者は前へ前へと馬を進めましたそしてよき敵もがなと馬上に伸び上がりながら 我こそは本田平八郎と名乗ったのですすると、城兵の中から、店入道、大河内り道などという名だたる有志の人々ばかりひちゃ発揮、本田平八郎とはよき敵ぞ、我こそ相手にならん、我こそ首を上げん、と槍を揃え、殺到してきたのです。平八郎は、ぶるっと身震いをした。おそらくその時の凄まじい光景を思い出したに相違ない。 それから一息ついて続けた。何しろこちらは全くの初陣です。あ徳川の本田平八郎に間違えられたなと気がついた途端に何とも家の恐ろしさで身がすくみ我を忘れて逃げ出してしまいました。そのお気持ちはよくわかりますわ。今でも目に見えます。その時のの時彼らら、勢いと言ったら 何しろ天下の鬼平八郎と思っているのですから首を開ければ戦国の手柄とばかり無に無三に突進してくるのですそれは実に千匹の悪鬼が押し寄せるかと思われて逃げたのも全く夢中でした平八郎はぐっとした唇を噛んだ4おねねには男の悲しい運命がよく分かった そして勝ち気であるだけに愛情もまた一倍な乙女の心は不思議な力で平八郎の方へ激しく引かれるのを感じたおかわいそうにそう言ってやりたかった元旦の祝宴で初めて彼を見て以来その肩幅の広いたくましい体つきや濃い一文字眉や世俗の赤に染まらぬ凛とした目を ふとすれば、眼前の幻に描く自分に気づいて、人知れず頬を染めることさえあったのである。ようこそお話しくださいました。ねねは形を正していった。世間の者が何と言おうと。私だけはあなたをただの臆病者とは思いませぬ。あなたが戦場をお逃げになったのは、徳川の本田平八郎殿と間違えられたからでございますわ。 けれど、平八郎様、こうお考え遊ばすことはできませんかしら。天下に本田平八郎はご自分一人、他にあればそれこそあなたの偽物だというふうに。はあ。あなたは日の本の弓取り、織田信長公のご直身ではございませぬか。鬼平八郎殿が豪遊でも、 あなたに比べれば三河の古代名の家来あなたこそ威張って本田平八郎と名乗れるはずですそうも思うことは思うのですが弱いお心ではいけませぬあなたは今ご自分の心にある幽霊のために怯えているのです自分は徳川の本田ではない違う平八郎だと思う その弱い心が幽霊になってあなたの心をくじくのです。平八郎様、その幽霊を捨て遊ばせ。本田平八郎は我一人、我こそ天下ただ一人の平八郎とお思いなさいませ。できます。必ずあなたにはできますわ。平八郎は伏せていた目をあげた。 その目の底に光り始めている力を見て、おねねは思わず平八郎の手を握りながら言った。ねねは信じておりますわ。平八郎様、あなたは織田家随一の大将になる方です。ねねの夫は一国の主たるべき方です。あ、あっと言って立ち上がる平八郎の前を、 おねね様は耳までくれないに染めながらすり抜けるようにして走り去ったしかし平八郎を驚かしたのは夫という言葉ではなくてねねというその名であった身分ある姫とは思っていたがまさかねね姫とは思いも及ばなかった身の終わりかけてその美しさと男に勝る女丈夫で知らぬものなきねね姫 その人が今自分の前にいたのののだ。その人が自分の手を取ってああ平八郎は恐れとも喜びともつかぬ胆声を上げた姫は彼のことを織田家随一の大将となるべき人間だと言ったあの時の柔らかい熱い指に込められた力はまざまざと血の中へ染み入って離れないそしてさらに 自分の夫たるべきものは一国の主と。そうだ。平八郎はぐっと空を仰いだ。俺は天下にただ一人の本田平八郎だ。それでいいんだ。他に平八郎はいないんだ。俺こそ本当の本田平八郎だ。鬼平八郎とはこの、この俺の、ここにいる俺が。 目は挑みかかるように空を眠め上げたがそう決心するあとからくたくたと気はくじけていった平八郎は俺一人と思いきるにはあまりにかけ離れた相手である徳川家における本多忠勝は13歳の初陣以来戦って功をなさざることなくい伊い榊原酒井と共に四天王と呼ばれて雷鳴隠れなき優勝である。 それに比べてこちらはどうだここに立っているこの自分はどうだこれは無理だ。到底この俺には。何をしておる平八。不意に耳元で呼ばれて平八郎は思わずはっと飛び上がった。見ると、次女二人を連れて信長が立っていた。あ、ご、これは上様。 今更慌ててもしようがない。今ここで何者と密談しておったのだ。別に、決して、その密談などという。隠してもダメだ。信長の大きな目は鋭く光っていたが、その唇は微笑を含んでいた。戦場では臆病なくせに、こんな方面は馬鹿に達者ではないか。うんそれが、 ままるるで違いまするつまり言い訳は聞かぬお国はで女ごと密会するなどは固いハットだぞしかしまあよいその勇気があれば結構だ近いうちに越前へ攻め下るその方には留守をさせようと思っていたがその勇気にめでて軍人の友を許すぞはっそれは片付けのございますなんだもう震えているのか 信長は声高く。笑いながら言った。そんなことではとてもねねを妻にはできぬぞ。狙っているもさが降るほどいることを忘れるな。5。英六十三年四月。同月23日改元して元気となる。織田信長は自ら成敗を進めて慈善に下り、朝倉義景の金ヶ崎。 鉄の二条を取り囲んだこの二条は、用害嫌悪の地で、土地不安内の寄せては苦戦必死と思われたが、木下秀吉、明智光秀の領地帽を集めて奇策を立て、それが見事に功を収めたため、領をわずかに二日で陥落せしめた平八郎は信長のばっかに会って、金ヶ崎城にかかっていた。 今度こそは、人角の手柄を立てるぞ。臆病者の汚名を注いで、立派にお姉ねね様の出迎えを受けるのだ。固く決心していた彼は、金ヶ崎城大手がかりに詰め、合戦の至るやお阻しと待ち構えていたが、手筒の城を攻め破って、木の下、柴田勢の合するとともに、総攻めを開始するその陣頭へ、猛然と馬をあおって突進したのである。 それまではよかったところが城中から朝倉景常が手勢二千を率いて切って出るやたちまちすさまじい白兵戦が展開し平八郎はその渦の中へ巻き込まれながら「いやあやあ我こそは尾張国に去る者ありと知られたる本田平八郎」と声高く名乗りかけたすると敵の人数はどよみ上がって「おお 本田平八郎とは良き適ぞ。我こそ健山。我こそ相手にならん。口々にわめきながら、カブトムシ七八鬼を先頭に二十期余りがだーっと寄せてきた。そのすさまじいこと。平八郎は慌てて馬上に伸び上がり、槍を高く上げながら、いやあ、せくなせくな。本田平八郎にはそういないが、 あの有名な鬼平八郎ではないぞ。豪傑平八郎ではなく別の平八郎だ。ただの本田平八郎だぞ。間違って後悔するな。合戦の最中に正し書き付きの名乗りを上げるとはきてれつである。一生懸命に叫んだが分かる道理はない。むやみに本田平八郎。 鬼の平八郎というように聞こえるから敵軍の名ある勇者たちはいずれも相手を捨てて心得たり本田平八郎剣山戦のくな平八郎我こそ相手ぞ先を争って殺到するダメだ彼らは間違えているそう思ったせつな平八郎は骨の髄から寒気立ち夢中で馬車を回すと シャニムにそこから逃げ出してしまった。そのまま彼の姿は戦場から消えたのである。金ヶ崎城が陥落して戦勝の馬寄せが行われた時、まず信長が彼のいないことを発見した。見かけたものはないかと調べさせると、総攻めの時、確かに先人を築していました。というものが2、3人あったし、また、 いや、何でも、拙者は豪傑の平八郎ではない。違う平八郎。ただの平八郎と、しきりに断っているのを見かけました。と申し出たものがある。ただの平八郎か。わは,はははは。周囲にどっと笑い声が上がった。信長も苦笑しながら、あっぱれな臆病ぶりだな。またその辺に隠れているのであろう。 誰か探して参れ、もう大丈夫だと言ってな再び周りに笑い声が起こった一時ほど後、には羽長秀の手の者が戦場からずっと離れた藪の中に馬の首へしがみついて震えている平八郎を発見して連れ戻った信長は焦然として現れた平八郎を見ると将棋から立ち上がって。 どうした平八と笑いながら声をかけた貴様合戦のさなかに断りを言っていたそうではないかはい何しろ平八郎は泣きそうな顔でその向こうがどう断っても徳川の平八郎と間違えますのでそれで拙者にしましてもまた先方にも迷惑であろうと。 切るか切られるかという必死の場合に迷惑もクソもあるか。それは考えてみれば脅威のごとく。まあよい、考えてみるに及ばぬぞ。貴様のいるおかげで戦のこりが落ちる。河川が陽気になっていい。はじめから臆病は許してあるのだ。これからも精出して臆病を稼げ。見たびわっと笑いが爆発した。 鐘ヶ崎鉄筒を抜いた織田軍はさらに進んで朝倉義景の本城一条谷に迫ろうとしたところがその時清洲から驚くべき放置がやってきたのである死者は3名しかも意外なことにはその中に断層の姉姫がいたバカなことをする 爆栄へ死者を迎えた信長は、おねねの姿を見つけて目を怒らせた。戦場は女の遊び場ではないぞ。お叱りは後にいただきまする。おねねは長い気流の跡とも見えぬさえざえとした目に強い意志の光を見せながら言った。上様のご運の後輩に関わる大事なお知らせ。 老身どものいさめを押し切って死者に加わりました直ちに兵をまとめてご帰国遊ばしませ何帰れというか近江の浅い長政が危機をいたしました六方義方も共に上様の退路を立って越前軍と強撃の策を巡らせております信長はさっと顔色を変えた 浅井長政とは婚姻関係にあるすなわち長政の妻は信長の妹であったそればかりでなく両者は国境を接して常に紳士捕虜の良しみを保ってきていたのでこの突然の警報はさすがの信長をも愕然とさせた金ヶ崎手筒はほふっても朝倉義景は まだ一条谷によって好きあらば反撃しようと牙を研いでいるここでもし浅い六角が背後に立つとすれば織田軍の運命は逆としがたきものになろう信長は即座に心を決めた「よし潔く退陣しよう」と将棋から立つ池田木下柴田佐久間を呼べ上様 おねねは下がろうとしながら平八郎殿はご無事でございますか平八信長は振り返ったがそうかおねねは平八に会いたくて来たのだな世の戦を気遣ってきたと申したのは嘘だったのか太い集めもったいないささようなことが。 つややかに匂うような汗の浮いた顔がさっと赤く染まった。信長は笑って、言い訳なら聞かずともよい。遠路の使いにめでて許してやる。行って会ってこい。あの、お許しくださいますか。誰ぞ平八を呼んでまいれ。側近の侍が走っていった。そこへ柴田勝家。 池田信照木下秀吉佐久間信盛らが走り集ってきたのでお姉ねねはそっと幕府への外へ出ていった探しに行った侍は間もなく戻ってきたそして平八郎がどこかへ身を隠したことを告げた身を隠したとはお姉ねねはドキリとして「まさか脱走したというわけではあるまいね」 それがどうもそうらしいので、そうらしいとは武具、旅の馬、何一つ残っておらず、どこへ行ったか誰も知るものがござりませぬ。命なくして持ち場を離れることは、軍令に背きますゆえ、おそらくは、おねねはきっと唇を噛んだ。遅かった。まさに遅かったのである。 平八郎はおねねが死者の中にいるのを見たのだそして彼はそのまま陣営から逃げ出してしまったのだ信長は越前攻略の軍を治めて帰った朝倉浅井六角を相手に運命をとしての合戦を始めるのだ信長は三河の徳川家康に援軍をこい兵備を改めて 一大決戦の体制を整えたこれが有名な姉川の駅で信長の生涯を通じての最も苦戦した戦であり同時にまたその天下における覇権を確実にしたものであった信長の兵はおよそ2万3,000徳川家康はおよそ5,000の兵を率いて西条姉川南岸に陣した。これに対して 浅井長政は兵越前よりの援軍朝倉景明の兵一万余機で兵数ははるかに劣っていたがその息は恐るべきものがあった戦は極めて機敏のうちに進退していたがついに元気元年6月28日の仏行織田軍の戦法が姉川を渡って迫るのを合図に決戦の幕は切って落とされたのである。 七戦の第1弾において朝倉勢と矛を交えた徳川軍は川を挟んで攻防相半ばしていたが第2弾に移るやにわかに朝倉の反撃鋭く徳川の陣はみるみる崩れたってまさに家康の気化も危うく見えた同時に一方では浅井軍の優勝磯野和明は守兵1,500を引っ下げて殺到。 信長の堺正久を撃破し池田信照を破りさらに第三第四の陣を粉砕してほとんど信長の本陣を侵さんとしたその時である槍橋軽の一人が不意に信長の前へ進んで「上様ご安堵遊ばせ拙者がおります」と槍を伏せていった「誰だ私でございます」 というのを見ると、意外にも越前で失踪した。本田平八郎である。信長は驚いた。驚くとともに呆れた。その方平八ではないか？は、あれ以来、森様の槍足軽として恐れながらご婆前を守護しております。何事が起こりましょう。とも平八存命の限りはご安堵遊ばせ。 安堵しろと申して、信長は思わず苦笑しながら「世は別に何でもないが措置は大丈夫なのか見れば震えている様子ではないかいいえ大丈夫でございます」「ははははは、信長はだ高く笑った」「よしよしよく出てまいった」「心配する用はない」「戦は勝ちに決まっておるのだ」 出ると危ないからその方はここにいて見物せいいやいやしかし見ろ見ろ池田目が盛り返すぞ信長は鎧の袖をはねて立ち上がった徳川軍もようやく勢いを挽回し始めた織田軍も奮戦反撃を開始したそして坂木原康政が 川を渡って朝倉の側面へ奇襲の突撃を観行したのが勝敗の分かれ目となり、浅井、朝倉の陣営はようやく大勢に陥った。すでに大事終わると見たものであろう。浅井長政の飢下にその人ありと知られた遠藤喜右衛門直常は、守兵五十騎と共にまるで一陣の突風のごとく、シード殿に剣参とばかり、 信長の幕へめがけて突っ込んできた必死不器の肉弾であるあっと見る間に遮る者を蹴散らし突き伏せ悪気のごとく殺到したするとその時右手にあった徳川の陣から黒い糸脅しの鎧に鹿の角の前立て打った兜を着て槍を買い込んだアラム者が一気馬を煽って乗りつけながら大音に いやあ、珍しいや消えん、三河の国の住人本田平八郎忠勝これにあり相手は我ぞ退くなと名乗りかけたそれを聞いた途端今まで信長のそばに震えていた平八郎はいきなり飛び上がると「輪君御乗馬拝借」叫びざま信長の愛は李島黒の俊足に飛び乗ってまっしぐらに勝手出た。 不思議でも何でもない。本田忠勝という名乗りを聞いた刹那彼の血は初めて劣化のごとく燃え上がったのだ。今日までの屈辱、人のあざけり、みんな鬼忠勝がいるためであった。同じ名の彼さえいなければ、これほどの恥を受けずとも済んだであろう。畜生 <laughs>、とうとう巡り合ったぞ。平八郎は摂死した。 貴様のために俺は今日まで世を忍んでさえいたのだぞ違う平八郎弱い平八郎と蔑まれてきたのもみんな貴様がいたためだぞだが今日こそ俺は自分になれる今日こそ貴様に間違えられる心配はないんだ見て俺。心の内に叫びながら馬服を蹴って乗りつけると喉も裂けよとばかりいやあ 遠藤も門よく承れ我こそ織田慎殿の家臣にて臆病ごめんと言われたる本田平八郎を頼り次なりその首他人にはやらぬ「まいれ」と名乗りかけた臆病ごめんというのは珍しい消門もも驚いたが先に出ていた本田忠勝はいきなり自分と同姓同名を名乗られたのでハッと手綱を絞りながら振り返る その鼻先をダーッと疾風のように駆け抜けた平八郎全身これ弾丸という勢いで喜右衛門直常の真正面へ突っかけていった喜右衛門は馬車を回らせて避けようとしたが平八郎はその隙を与えず馬もろともにすさまじい勢いで体当たりをくれたあっと見る間に馬も人ももつれあって転倒する。 無論、むろん平八郎も二三元放り出されたが、真速に飛び上がると、そのまま消え物に飛びかかって、えいっとばかり組み伏せ、相手の世老通しを抜きざま人たち、二たち、草刷りを上げて差し通した。実に瞬く間の出来事であった。自分でも半ば夢中で力弱る相手を押し伏せたまま首をかき取った平八郎。やったやったと言いながら、 それを太刀の先へ貫いて立つ馬を引き寄せて飛び乗るや高くその印を掲げながらやあ敵も味方も承れ天にも届けと叫んだ浅井家の優勝遠藤清右衛門直常はシー殿の家臣本田平八郎頼次が討ち取ったるぞ徳川家の本田平八郎ではないぞシー殿の家臣 本田平八郎寄り継ぐどーっと上がる味方の軍勢の称賛の声の中で平八郎は初めて高くその額を上げた今こそ彼は違う平八郎ではなくなったのだ織田家に本田平八郎ありということをはっきりと世に示したのだあっぱれようこそ遊ばしました おねね様のそう言って笑う美しい笑顔が降りあおぐ空にありありと見える浅い朝倉の軍勢は山を乱して敗走しつつあった時に元気元年6月28日羊の女王